はい、それでは今回はスチーム夏の風物詩、大型サマーセールですね。今年は銀河を超越するサマーセール、6月21日から7月5日ということで、このサマーセールの紹介をしていきたいと思います。スチームっていうのはですね、僕がいつもゲームを買っている場所っていう感じです。で、夏になると毎回大型セール、毎年大型セールがあって、まあ、こんな風にですね、いろんなゲームのタイトルが、一斉割引というわけではないですけれども、たくさんのタイトルがですね、こんな風に、割引されています。で、欲しかったゲームとか気になったゲーム、あれこんなゲームもあったんだっていう感じで、まあいろいろと、お得なお値段で購入して遊ぶことができるっていうような感じです。そして今回この動画ではですね、僕がそのスチームサマーセールでおすすめするタイトル10本を紹介するのではなくってそれもやりたいんですけれども、時々ですね、こういうスチームが大型セールをするときに、なんかね、不思議なゲームをね、スチーム側で用意してくれることがあるんですね。で、今回は、このセール星人ダルドラムズを倒せというゲームを、紹介したいと思います。で、毎回これプレイするとちょっと、いいことがあったりするので、まあ、そのいいところを、また紹介していきます。このトップページからこのセール星人ダルドラムズを倒せをクリックするとプレイすることができます。サマーセーリアンズというゲームが今回は用意されています。プレイを押すとですね、早速ゲーム画面に映るわけなんですけれども、まあ初めて見た時にはですね、こうやってまあ一応見るわけなんですけど、なんだっていうね全く理解できない僕てかね、毎回ね、スチームがその大型セールの時に用意するゲームって最初ね、何これよくわかんないなってルールがっていうところはあるんですけれども、今回また下の方にですね、この詳細なルールが書かれています。文字がたくさんというところありますけれども、簡単にですね、ストーリーの説明も書いています。で、ここをちょっと、要約すると、退屈をね、蔓延させることを目的としたそのダルドラムズっていう宇宙人が、その僕たちにね、退屈を与えるためにそのゲームをですね、遥か彼方宇宙の惑星に持ち去ってしまったんですね。で、この惑星たくさんあるんですけれども、この下に書かれてるこの4タイトルがこの惑星に持ち去られた、ゲームです。ダルドラムズ、悪い奴らがこのゲームを持っていってしまったんですね。で、そこで立ち上がったのがこのセール星人です。このセール星人が、そのダルドラムズに奪われたゲームを奪還しに行くためにこの惑星に、戦いに行くというのが大きなストーリーの流れです。ちょっと何言ってるかわからないかもしれませんけれども、まあとにかくですね、持ち去られたゲームを取り返しに行くためのこの、セール星人がいるです。このセール星人と一緒に遊んでいくってことですね。僕の名前を冠している、夏彦、これは、Steam で使ってる僕の名前です。はい。で、ここに遊び方も書いてあります。セール星人をカスタマイズ、惑星を選択、そしてタイルチャレンジ、そしてファイトというふうに書かれてるんですけれども、このあたりですね、ちょっと読んでも実際のゲームの、雰囲気はよくわからないっていうところはあります。で、まあこの繰り返しで、まあ、プレイしていくってことなんですけれども、質問のところに、書かれていることには、セール星人の制服用の燃料は13日分しかありません、まあ、つまりセール、このサマーセールが終わるまでしかプレイすることができないってことですね。で、このゲームプレイすると、まあ、どんないいことがあるかっていうと、この惑星で戦ってると、ここにね、囚われたゲームのうち一つが、プレゼントでもらえる、可能性が得られる、チャンスが得られるっていうところなんですね。なので、自分が欲しいな、気になってるなって思ってるゲームをが捉えられてる惑星で遊ぶことを、おすすめします。で、そのこの惑星でね、戦えば戦うほどこのゲームを得られるチャンスが増えていくっていうふうに書いてるんですけれども、まあ、どれぐらいプレイすれば、その権利がもらえてそのチャンスが広がっていくのかっていう詳細なデータとかはありません、それは毎回のことっていう感じはあります。で、今のね、惑星に、欲しいアイテムが、欲しいゲームがなくても、今後ね、こういった追加されていく星っていうのがあるので、
そこの星、あ、この星が出たらプレイしたいな、このゲーム、ちょっと僕持ってるゲームばっかりなんですけど神話性、神話テーマになってゲーム好きだなみたいなね、はい、そういうのはちょっとさておきですね、まあ、こういう、自分が欲しいゲームが捉えられてる惑星が出たら、ぜひその惑星で遊んでみようというところではあります。じゃあこのゲーム、一体どうやって遊んでいくのかってところを今からね、紹介していきます。プレイしながらサマーセーリアンズ、まず説明書にあった通りセール星人をカスタマイズします。いろんな、ものが用意されていて、僕は今この形が気に入ってるんですけれども、口も、まあ、こう宇宙人っぽいものとかからコミカルなものが用意されています。ちょっと気持ち悪いといえば気持ち悪いですけれどもまあ今のところ可愛いといえば可愛いです。はい。で手とかも変えられます。なるほど、この手が気に入ってます。足も変えられます。ぐにょぐにょだったりカエルっぽいやつだったり、なんか牛だったり馬だったりっていうね、たくさん生えたりと、このドロドロのやつ。シャツはですね、プレイしていくとレベルが上がっていくんですけども、まあ、そのレベルが上がっていくとこういうセール星人を着飾るですね、アイテムを、手に入れることができます。これは前のイベントに参加した時の、お礼みたいな感じで、もらったアイテムですけれども、今僕が装備しているのはレベル2の時に、もらった、今レベル3なんですけど、レベル2に上がった時にもらったこのザ・ウィッチャー3の、主人公ゲラルト、ウィッチャーシリーズ主人公のゲラルトの、髪の毛をつけています。はい。で、早速遊んでいきましょう。僕がさっきまで遊んでた惑星はこの精神妖怪星という精神が溶けていくような星なんですけれども、まず、この受領済みっていうのはちょっと誤訳で占領済みというか、あの奪還済みってことです。なので奪還されてないこの未受領って書かれたタイルを選んでいきましょう。最初はですね、この脅威レベルが低いところから遊んでいくことをお勧めします。でこれクリックするともういきなりゲームが始まります。こんなの説明なかったけど、これ一体何して遊ぶえってなりますよね。わかります。今から説明していきましょう。ダルドラムズたちが攻めてくるので、これクリックして光線を出すことができるので測っていきましょう。これ でさらに、セール星人は特殊能力も使えます。キーボードの、1番を押すことで、これはレベル1から使えます。誰でも最初から使えます。1番を押すことでこういった範囲攻撃ができる、こうセール星人のスペシャルアタックが出せます。で、このスコアはですね、このダルドラムズからこの基地を守ってる間、基地が稼いでくれます。なんかここにプラス5プラス5プラス5って出てますよね。これはダルドラムズから自分たちの基地を守ってる、ダルドラムズの侵略を防いでる間、このスコアが伸びていきます。でこのスコアを伸ばすとどういうことがあるのかってことは、ゲームが終わった後に、紹介したいと思います。とりあえずこの残り時間、右上に表示されている残り時間の間、このダルドラムズからの侵略を守ります。でレベルが上がると使える能力が増えていって、今僕はレベル3なので、この凍結っていう能力を使うことができます。凍結を使うとこんな感じでまるでバグったように、ダルドラムズたちが動かなくなります。で攻められるとですね、こうやって体力が減っていくんですね。でこれ全部体力が減るとどうなるかっていうと、基地が壊れてしまいます。で基地が壊れてる間は、スコアが増えていきません。でこの間アタックされるとセール星人死んじゃうんじゃないのって思うかもしれませんけども、大丈夫です。ゲームオーバー、このゲームには一応ありません。ただスコアが伸びなくなってしまう、基地を壊されるとスコアが伸びなくなってしまいます。基地が無事な間だけ、スコアがどんどん追加されていくって感じですね。プラス5プラス5よっ。でこのダルドラムズを倒した時にスコアもらえてるですか？もらえてません。そしてスコアが出ます。535、66の、異星人を倒した、ダルドラムズを倒した。でこの惑星戦ってればこの4つの中のゲーム1つが当たるチャンスありますっていう感じですね。でそしてゲーム続行します。でそうするとちょっと、分かりづらいかもしれませんけれども、先ほどの経験値、スコアが経験値、そのまま経験値になります。525だったかな、経験値を得ることができます。でレベルが上がると、さっき言ったこのセール星人を着飾るアイテムをもらえたり、あと体の種類も変えられます、もらえたり、
あ、やべ、バグった。なんだ。はい。これ変えたらね、ここ保存って押さないと変わらないので、保存って押して変えましょう。で、なんだっけ。そう、レベルが上がると、この着飾るアイテムもらえたり、あと、レベル3、レベル5、レベル7、レベル9で、使える、セールセージが使える能力が増えていくみたいです。で、またテイをプレイするんですけども、ですね、まあ、終わりです。あとは、このダルドラムズたちと戯れていくだけ。一番、これ使える速度速すぎないって思ったりもします。でも大丈夫。そういうゲームみたいなので。で、これをプレイしていくと、またセールセージのレベルが上がって、まあ、このダルドラムズからね、奪われたゲームを奪還する、取り返すチャンスが生まれるっていうことみたいですね。はい。とりあえず、これ守りきります。クリックと、キーボードの番号を押すだけです。ね、これ一緒にね、友達とプレイしたりはできないんですよね、残念ながら。はい。これ一人で、孤独に耐えながらプレイするしかないんですけども。まあ、毎回ですね、これ、どうなんだっていうようなゲームが多かったりしますけど、まあ、今回は、あ、585だった。はい。続行すると、さっきの経験値から増えてるわけですね。で、脅威レベル中とか高とかあるけど、試しにこうとか言ってみようかな。で、この援助者っていうのは、まあ、このセール星人の宇宙船のここをクリックしてもらえると、まあ、自分のね入ってる所属してるゲームグループの、旗を立てることができます。まあ、僕が立ててるこのドントスターブでトゥギャルっていうね、ドントスターブトゥギャザーの、日本コミュニティ、あんまりちゃんと運営はしていなかったりはするんですけれども、まあ、その旗を立ててプレイして、そのコミュニティがね、このタイルを征服していくと、戦っていくと、まあ、こんな感じで、なんていうか、旗が立つわけですね。まあ、そういうことです。こうとかどれぐらい難しくなるのかな。もらえるね、スコアが増えるんですよ。1秒間。こう。お、20。素晴らしい。お、すごい。で、なんか変な口から手が出てる。でもこれ1番すごい投げられるから、あ、でもいけるんじゃないこれ。こっちでプレイした方が経験値とか早く手に入りそう。あ、やば。あ、これ同時にいけんのか。ちょっと待って、フリーズだ。あ、これ見てください、これ同時に1番と打つの同時にいけます。火力アップ。いや、凍結次使えるまでちょっと長いな。あ、これ結構防げるか。あ、いける。あ、ちょ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 、いや、これ1番投げる、1番投げてその地面に当たるまでちょっと差があるから、ちゃんと相手の動きを予測して打たないと直撃しないですね。やば、危ない。範囲攻撃だからまとまったところに投げていくのが良さそう。あ、今んとこノーダメージ、大したことないぞ。この辺りでちょっとフリーズよ。フリーズ使ったら動いてる敵優先で倒した方がいいかな。あ、やばい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 、ちょっ、大丈夫ですね。これぐらい、あれ、ちょっとだけ面白いな。やってみたらちょっとだけちょっと難しくなってくると少しだけやりがいがあります。結構頑張らないと。あ、スコアも2060とかいってる、やばい。あ、これ本当にノーダメ、あ、ダメージ食らってるわ。セール星人の体力が減ってる。頑張れセール星人。まあ、あとは倒してもスコア変わらないんで2340続行。あ、レベル4になりました。リワードをチェックしてください。チェックしましょう。自分のですね、スチームのアイテムを、グリムドーンのアーマーだ。グリムドーンっていうゲームがあるんですけど、まあまあそれあるだろうって感じですけど、それのアーマーがもらえました。じゃじゃん。おお、しかもですね、このアーマー、
スチームでマーケットって言ってアイテムをね売買できる、サービスがあるんですけども、そこで売ることもできます。グリムドーンのアーマー、0.3 円です。 0.3 円か、安いな。ゲラルトのこのカツラは高いんじゃない？ 0.85 円安っ、まいったな。これセール星人のアイテムはめちゃくちゃ安いですね。つまりマーケットで好きなアイテム買うぐらいだったらいけるかもしれません。で、ちょっと戻ってもらって、ちょっと鎧、グリムドーンの鎧着よっかなって時はセール星人をクリックして、いいぞ。グリムドーンのこのヘルスポーション、体力回復するポーションを持ってる。グリムドーンっていうゲーム僕はかなり好きなんですけど、結構やりましたね。おお、来てるなという感じです。このゲームをプレイすることで、まあ、ゲームをね、より多くもらえる可能性が高まるという。レベル3ぐらいになったらこれな、脅威レベル高でもやっていけますね。あー、レベル5の宇宙爆弾、ブラックホールレベル7、レベル9の流星、この能力がちょっと気になるところではありますけれども、今回ですね、このセイリアンズのゲームのプレイの仕方であったり、仕組みを今回は紹介しました。はい、それでは皆さんサマーセール楽しんでいきましょう。セールピックアップする、このゲームいいですよ、セールの時に買っておきましょうっていう、ピックアップした動画はですね、この後におそらく出されると思いますまさかのセイリアンズ優先の、サマーセールの紹介でした。そうですね、ダルドラムズと戦っていきましょう。あとは多分そうですね、Steam のアカウントを作ってすぐのアカウントだとこのゲームプレイしても何も意味ないですよっていう注意書きが書かれています。リミテッドアカウントっていうのがあるんですけども、まあ、ゲームを買ったり、すると、現金でゲームを買ったりすると多分リミテッドアカウント外れるのかな、まあ、とにかく作りたてのアカウントだとプレイすることができないです。はい、まあ、それではそういうところで、セイリアンズ紹介終わっておきたいと思います。惑星を出る、ダークユーモア星か、大きい星の方が強いのかな、もしかして。それではセール最終日にはこのセール星人がどうなってるかっていうところはまた紹介していきたいなと思います。まあ、ツイッターでもなんか言ってるかもしれません、はい、それでは今回はこの辺りで終わっておきたいと思います。スチーム大型サマーセールで用意されたセイリアンズの紹介でした。はい、ではまた。